して今度は三河、ここはショーディフェンスを見せた。その中でシェーファーにボールが通ります。立ち上がりは群馬の勢いが止まらないですね。そうですね、止められないって感じがします、今ね。ユトク、かわしてシェーファーはスリーポイント決まった、はい、いやしかしような、なるほど、そういう印象だったんですけれども、はい、今日は取りまくってますね、今ね。むしろ自分たちから、はい、おーシェーファー3ポイントです、まあ、もちろんトランジションで取れる分には西田、シェーファーのキック、ショーディフェンスは群馬、シェーファー前が空いた、エワー、今のは素晴らしいプレーですよね、バルビンに仕掛けました。いや今のプレーがこれヒントありますね、やはりこうバルビン選手を外に引っ張り出してのワンワンですからね、これはスマートなプレーでした。角度に道付きがあってのところが今一瞬開きましたよね、おーブロックショット、シェーファー1クォーター終盤に、あ、群馬対三河第2クォーターです。シェーファー外から決めました。今日いいですね、外からのシュートが、そうですね、はい、コリンズバス、スティールです、うん、おジョーンズも行ったか、シェーファーがリバウンド、シェーファーでした、うん、シェーファー柏木ガードも変わっていまして、葛西ですね、群馬はシェーファージャンパー決めた、いやいいですね、今日タッチがシュートがガードナー、ショットが落ちる、おお、おっとすごいリバウンド、あ、奪った、シェーファーガードナーへ、ガードナーエワーン、あーですね、これね、これシェーファー選手ですよ、今いいディフレクションですよね、今のもすごいですよね、トレイ・ジョーンズ、トレイ・ジョーンズブロックショット、シェーファールーズボールは三河です、西田です、これもちょっと違うプレーか、コリンズワース中、シェーファーだ、決めた、コリンズワースアシスト、タイムを取らないですよね、今年はなんていうんですかね、まあ、オフェンスがすごい強いチームではあるんですけど、やっぱりディフェンスでしっかりやって、そこからチームのリズムを作り出すっていうチームできてるので、まあ、リードをなんていうんですか上げてしまったんですけど、そこをしっかりこうやって返したのがすごい良かったです。シェーファー選手の活躍はですね、はい、日本の将来の活躍と思ってるので、もうぜひこれからも頑張ってほしいです。とんでもない、ありがとうございます、はい、ブースターの皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ、群馬まではるばるその足を運んでいただいたファンもたくさんいましたし、やっぱりコロナ禍という中でアウェーなかなかコロナ禍でもたくさん多いと思いますけど、アウェーでもホームでもこうやって自分たちで全力で戦っていきますので、これから長いシーズンまた応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。勝ちましたシーホース三河、鈴木君和ヘッドコーチと、そして日本の未来シェーファー美幸選手のコメント。